フィリップ・ホーンはアメリカの政治家。1780年10月25日にニューヨークでドイツ人移民の大工の息子として生まれた。競売業で裕福になった。もともと連邦党党員で1826年に市長になり一期務めた。後に熱心な保育党党員になった。裕福で教養があり、ニューヨークの著名人であり、当時の政治的。 芸術的、科学的指導者のほとんどとは、こういう関係があった。例えば、ワシントン・アービング、サミュエル・モールス、ダニエル・ウェブスター、ジョン・ジェイコブ・アスター、ジョン・クイン・シー・アダムズ大統領、マーティン・バン・ビューレンなどである。彼の日記は、社会の関わり、市内の主要な出来事、前世紀の街の情景だけでなく、都市の変化への見解、アンドリュー・ジャクソンへの不満。 町の絶え間ない建設に対する当惑するような影響、増大するアイルランド移民への激しい嫌悪感までも記録していた。この日記は1828年から死去する1851年まで書かれ、19世紀のアメリカで最も広範かつ詳細なものであると言われている。裕福な商人であり、マーカンタイル図書館協会の創設者、1825年。 1826年にデラウェアハドソン鉄道初代社長を務めた。1827年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの名誉学芸員、オノラリー・アカデミシャンとして会員に選出された。ブロードウェイ・シティ・ホール・パーク向かい235番地の上品なテラスハウスに住んでいた。その場所は後にウールワースビル建設のため FW ・ウールワースが購入した。 ザカリー・テイラー政権中は、ニューヨーク・ニュージャージー公管理人を務めた。1851年5月5日に、ニューヨーク市で死亡し、聖マルコ協会員ザ・バワリーに埋葬された。ホーンズ・ブロンクスクホーン通りは彼にちなんで命名された。ありがとうございます。